はい、こんにちは、ピースの渡辺です。はい、そして助っ人整備士ふめもんさんですよ。どうもこんにちは。はい、こんにちは、ふめもんさん。今日もピースの方にね、来てくれてありがとうございます。はい、どうもです。今日は私最近ね、ちょっとその、はい、新しい車とかさ、ちょっと値段の高いところの車、はい、少しだけなんですけれども、仕入れの方やってりしてて、ホンダの1台これ、うん、そう、これね、これ動画見てて、ふめもんさんもすげえ気になってました。あ、もう動画見てくれてた。初代モデルのスペーシアカスタムと言いますね。そうなんです。平成30年式の車で、走行距離はね、11万キロぐらい乗ってる車にはなるんですけど、うん、まあでも状態良さそうでしょ。ね、綺麗でしょ。パッと見たらすげえ綺麗だし、うん、まずかっこいい。かっこいいよね。かっこいいね。このなんか、ブリにいかついよね。ね、このギラ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 してさ、うわー、来てるな。これすごいじゃんか。ルーさんすげえワクワク。ね。これで見ちゃうとすげえワクワクしますね。ね。ね。まさにグリルお化け。スペーシアカスタムの特徴なんだね。ね、こういう風になんかこのギラギラとしたさ、まあこの平成30年式だからこのくらいの認識の車だとなんかよく流行ってたよね、こういうのね。こういう感じだよね。巨大なグリルみたいな ね。でっかいグリルのでさ、なんかこんなのが流行ってたよなって感じ、ね。迫ってくるぜみたいな。そう、今回これピースで初めてこのモデルの入荷だったもんで、まあせっかくだから、なんだ、レビュー、外装内装とか見ていきながら、あとこれナンバーもついてからさ、試運転してどんな感じなんだか、まあ今からまだ仕上げは今からなんですけど、もうまだ持ってきたばっかりで、まあとりあえず内装外装とか見ていきたいと思います。でもこれ評価点4点ついてた車、うん、まあだからほんの大きな痛みはないんだけど、ちょっとね、助手席の脇のとこなんか。小傷が本当だ。ちょっとね、この辺もったいないんだよね。うん、ちょっと縦にね、ちょっと傷が入っちゃって、ね、小傷がついちゃってて、ね、もったいねえなと思うんだけど、なんとかなるかな。どうなるね。まあどうなっか、まあ一回仕上げる中で、まあ最悪は板金塗装だね。そうね。まあへこみだっていうことではないからね。うん、ちょっとまあ塗装かければまあ綺麗になったなって気はするんですけど、あ、この辺もちょこちょこか、うん、なんか、あ、まああるんだね。なんかちょこ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 って、なんかこう左側がちょこ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 か。でもかっこいいな。いいでしょ。スペーシアカスタムハイブリッドなんだね。そう、ハイブリッド、いやこれ鈴木のハイブリッドって、マイルドハイブリッドってでいいのかな、ね、多分そうだよね。鈴木の軽自動車のハイブリッド、マイルドハイブリッド、ね、これ右側はまあまあまあ、あ、ここちょっとすり切った、バンパーね、うん、ちょっとね、なんかちょこちょこ小刻んね、本当に俺綺麗かなと思ったけど、ちょこちょこ小刻んだこれな。まあまあこんな感じだね。はい、どうでしょう。黒なんだね。はい、かっこいいね。パワースライドは左だけ、左側がパワースライドついてて、左側だけなんだね、パワースライドね。はい、うん、まあ普通に動作してるね。あ、内装かっこいい。ほら、インパでなんかピアノブラック調の加色が施されてんだね。パワーウィンドウのスイッチのね、パネルとかね、いいね、かっこいいんじゃないか。なんかメタル感じですね。パワースライド、せっかくだからちょっと試運転してみますか。はい、お願いします。はい、さあエンジンかけましたね、はい、さあ距離は116,600ね、うん、メーター、はい、ね、116,000、うん、まあそこそこですね、うん、まあ、今日暖かいのでエアコン効くかどうかちょっとやってみましょうか。はい、もっとちょっとね、下げてってオートエアコンなんだね。冷たい、すげえ冷たい風が出るぞ。大丈夫？うん、エアコン前来てるね、うん、お、寒い寒い寒い。いいですね。寒い。じゃあ行きますか。いいですね。はい、はい、じゃあ、はい、さあ走り始め、どうだ。エンジン静かだね。ね、11万キロだけど、うん、全然問題なさそうな感じだね、うん、エンジンの。滑るように滑らかに走りますな。うん。うん、通りに出てみないと、加速とかも見てみたいしな、うん、ブレーキもしっかり効くね。はい、スッとね、ミッションだったりもね、うん、走ってみないと異音がね出てるとかさ、なんかおかしいかなっていうのも前のほうから言います。スムーズに、おー、ね、スムーズに法定速度まで加速しますね、はい、あー、いいね、気持ちいいな。なんかな、スーッと CVT、 CVT、うん、なんか変な異音がしてるとか、ね、エンジンミッションね、変な音してるっていう感じしないね。大丈夫だね、うん、そうそうそう、静かじゃない。静か、すげえ静か。11万キロだけど、もう全然全然言われないと分かんないぐらい静かじゃない。大きな距離いきますよ。走ってみ
これ NA エンジンなんだね。 NA です、うん、ターボ9モデルか、はい、うん、普通のカスタムだね。あうんうん、快適快適、何も別に違和感はない、うん、変な音しない、足回りからも変なカタカタゴツゴツとか変な音しないね。そうね、うん、サスペンションだったりマフラー周りとか、うん、まあ、なんか変な感じがな、うん、あるがもないね。ないね。ハンドル取られるってこともないし、ハンドルは、いやすげえ快適じゃないかこれ。あ乗りやすい、乗りやすい、非常に乗りやすいぞ。俺もこのモデル初めてなんだけど。やるね鈴木さん、うん、いいね、うん、ちゃんと坂道もねスムーズに、うん、乗ってきます。悪いとこない、悪いとこないんじゃない、悪いとこないんじゃない。これいいじゃんね、いいよね、格好もいいし室内も広いし、うん、走った感じも問題にいいし、問題ない、うん、悪いとこないこれ、いや悪いとこないよ、ちょっと小傷あるね、うん、ちょっとね外装 ね傷気になるから、外装の傷だよ ね、うん、ちょっとね直すかどうかちょっと悩むところだな、うん、全体的に多くて ね、 そうそうそう、ね、傷がね、うん、そんなに深くはないんだけども、うん、全部直すとしたらば面積広いよ、多分そうなんだよ、結構かかるだろうね、うん、車としてはいい感じだな、うん、すげえいい、あの乗っててね、ふみもさん欲しくなっちゃうかも、また病気が出るな、欲しくなっちゃうよ、ね、何でも欲しくなっちゃうね、何でも欲しくなるね、あーいいねっつって、うん、これ最適、静か静か、ねえ、ねえ、あーブレーキも下がってきたな、これな、快適、見晴らしもいいね、そしてね、ガラスでっかくてね、広いですね、うん、広い広い、うん、本当にね、私もこれ初めてのモデルだったけど、ひょっとして Xbox よりいいんじゃないかってか、いやいやいや、ダメ、梅本さん、それ言っちゃうの、ダメかな、それ言っちゃダメだね、怒られちゃう、怒られちゃう、怒られちゃう、いや、Xbox の方がいいかなってね、こら、誰だ、いやでも、ね、NBOX に対抗してる感じなのかな、あの対抗してる、全くそうだ ね、 だね、なんかこういう感じ、NBOX みたい、そう、NBOX 近いね、NBOX みたい、この見晴らしというかね、うん、乗った感じ広いしさ、広い、本当に NBOX みたい、もう K のね、スーパーハイトワゴンだなって時代ですね、時代、そういう時代だ、ね、皆さんやっぱ選ぶわ、こういうの、うん、今はどこのメーカーでもこういう感じで多分作るんだろう ね、 ね、そうじゃないとね、やっぱ本当に NBOX みたい、うん、一番売りやすいところなんでしょうね、こういうのね、これなんだと思う、やっぱ求められるところはこういう感じのあれなんですよね、時代が求めた、ねね、車っていう感じですよね、スーパーハイトワゴン、やっぱこんだけの広さがあってめちゃくちゃ快適、うん、でも広いしあれだけど、でも走った感じも特に問題もないしさ、ね、うん、めっちゃいいじゃん、使い勝手もいいしさ、帰ってきました、いやー、なるほど、うん、いいと思うな、車だな、これ今から内装外装仕上げでね、まあ、今が値段出しは、まあ、まあ今週中くらいにはできると思うんですけども、今から仕上げていくような感じですね、戻ってきましたよ、はい、はい、OK です、一回もう一回じゃ外柄取ってみようかな、はい、はい、このくらいだとさ、ね、まだ新しい方になるわけだからさ、お値段もいいんでしょうね、値段もまあそこそこやっぱりしてましたね、まあもう入り値がそこそこしてたんで ね、まあでも今から仕上げで外装だよね、外装だよ、さっきのところの傷、やっぱりこっち側、小傷、そのさ、あのフロントドアとリアのスライドドアか、左側ここだよな、これが一番面積大きいんじゃないかっていうね、あとこれか、あとそう、あのこれもね、エクボっていうかね、ここもなんか2つね、あ、3つか、4つ、あ、なんだろうこれね、もうあるね、無数にあるね、よく見てた、なんでこうなったんだろうな、なんだろうこれは、ちょっと気になるね、ここの傷と、あとこれだ、リアバンパーのね、右の角、ここね、この辺ね、あ、深いね、これはね、私のはちょっと目立つな、うん、あの下地がね、丸見え、うん、いや、傷になってますよ、ね、ここだよね、うん、なんとなく全体的にさ、そうそうそう、車はいいんだけど、いいんだけど、車すげえよ、なんか全体的に小傷がちょっとちょこ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 でね、うん、まあ、手直しして、この分まあ、ね、乗せて売るか、ね、まあ、ね、このまんまで、でもいいよってね、どっちか選ばせますかって、もし、そっか、ね、そっか、考え方だね、うん、とりあえずこの状態で置いといて、ほんで、きれいにしてって言われたら、うん、板金屋さんに相談して、そうだね、うん、まあまあ、そこそこかかるだろうけどね、ねかかるね、これね、ね、そうだね、でも、まあ、この状態でも、走る分にはまあ正直全然問題ない、問題ない、ね、全く問題ない、走る気にしなきゃ、うん、正直ね、大丈夫、気にしなきゃ ね、 気にしなきゃね、うん、いいのかなって気がするけど、うん、
まあ一応、まあ、今から仕上げていく、うん、でもこれ意外とねよかったマジで走った感じさ、うん、そうそうそう快適本当にすっげえ快適本当に快適だったよ ね、うん、ね本当に NBOX みたいそうそうそうNBOX がパクってんのかスペシャルがパクってんのかどっちなんだべわかんないけど ね、 ねどっちなんだかねわかんないけどどっちが後から出たのかどっちなんだべね初代スペシャル、ね、まあでもいい車だなってところでしたね、うん、まあ今からまあ今週末ぐらいには値段出してもできるかと思うんでね、うん、今から仕上げの方やっていきます、うん、で外装の方は今ふめもさんに喋っててこうなんだろうだから、うん、しゃべってた通り、うん、あれだねとりあえずこのまま置いとこ う、 そ う、 そうこのままですね、うん、ちょっとね置いといてほんでお客さんに要相談の中で、うん、ほんで手直しはまあやればいつでもできるし ね、 いいね、うんうん、そんな感じで進めた方がこの分値段の方を安くそうだ、ねうんうん、つけていくようにしていきましょうこれに関してはね、はい、分かりました、はいまあ、こんな感じでふみおさんいつもありがとうねふみおさんのレビューは最高だからねね、本当にいつもあのふみおさんに車に乗ってもらうとさ、うん、これ不思議なことにね売れんだよ売れんの売れんだよさんただ思ったことを言ってるだけですけどね本当にふみおさん乗った車売れんだよ売れんのマジですかねえこれも売れていいなそうですね、はい、まあ一応そんなところで、はい車のことねいろんな車またまた仕入れの方やっていきますのでふみおさんもまた時間あった時あのまたお手伝いに来てくださいわかりましたまたほんで車のレビューとかご協力よろしくお願いいたします協力しますよお願いいたします、はい、まあ一応こんなところでね田舎の中古車やピース車の買い取りと販売頑張っていきますのでこれからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、バイバイ。